ハローアミです。今日はハワイでお買い物してきたものをご紹介していきたいと思います。ここでお買い物すると楽しいよとか、ハワイで実はこれを購入すると安いよなんていうのもお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずは皆さん、最新のハワイ Vlog はご覧いただけたでしょうか？ありがとうございます。いつも本当に温かいコメント。そう、家族で今回は、ステイしてきたんですけど、円安、物価高、なのになぜこんなにお買い物を楽しんでしまったのだろうか、みたいなところはあるんですけど、でもやっぱり、ハワイにしかないものだったりとか、セールしていて意外と安く出会えてしまったなんていうものもあるので、まあちょっとね、購入品を紹介していきたいと思うのですが、何から行く？それではですね、アラモアのショッピングセンターに行くと、私が必ず見るブランドっていうのがあるんですけど、じゃん、J. クルーです。これ昔日本にもあったと思うんですけど、いつの間にか日本から撤退してしまったので、ハワイのアラモアナに行くと私は必ず覗くんですけど、 J. クルーでは今回水着を2点購入しました。謎のセールしてて結構本当にお安くゲットできたんですけど、1つ目がじゃーん、なんかもう私黄色着て赤持って、なんか本当に一人ホットドッグ状態なんですけれども、このフリルが可愛い、水着を購入しました。後ろが結構パカーンって開いていて、で海外の水着ってパッドが入れられないものも多いんですけど、これはちゃんとね、パッドを入れるポケットもついていて、まあ日本でもすごく着やすい水着で、まあ、早速これは最近行ったボタニカルプールクラブっていう千葉のめちゃくちゃ素敵なプールが主役のホテルみたいなところがあったんですけど、そちらで着用してきました。めっちゃ気に入ってます。こちら可愛いんですよ。で、まあ赤と対照的にもう一つ購入した水着は黒なんですけど、これはねまだ購入してから着てないんだけど、このバンドゥタイプなんかもうどうなってるのか全然わかんないですよね。これ着るとここの真ん中にこの黒いお花がつくんですよ。お花じゃなくて本当なんか多分真っ黒クロスケにしか映ってないと思うんですけど、バラっぽくなってますが、この胸の中心について、で下はちょっとハイウエストのパンツになってますね。これなんか別売りだったので、まあ、店員さんに、まあ、これを見つけた上で下のボトムでおすすめありますかって聞いたら持ってきてくださいました。すごくフレンドリーで素敵な接客。なんかやっぱりお買い物ってなんかその店員さんの素敵な接客込みでなんかお買い物が素敵なものだったか否かっていうのが決まるじゃないですか。温かい接客のもとお買い物を楽しむことができたので、とてもいいお買い物だったなと思っております。続きましてはワイケルアウトレットっていう、ちょっとホノルルから45分ぐらいでしょうか、車を走らせた方にあるアウトレットがあるのですが、そこでの購入品、じゃーん、1つ目、リップカールっていうサーフ系のブランドなのかな、でこのラッシュガードを購入しました。私結構よく海だったりプールだったりに行くんですけど、なんで焼けないのかとお問い合わせをいただくわけですね。でなんで焼けないのかというと、まあ、大体泳ぐときはこういうラッシュガードっていうSPF がちゃんと入っている、こういうものを水着の上から着てシュノーケルとかを楽しんでいるので、まあ物理的に肌を出さずに海に潜る、プールに潜る、はい、ということを心がけております。なんかでもちょっと今日の光的に黒く見える、まあまあそうそうそうですね、なんとか焼かずに戻ってきているっていう、旅をしております。このラッシュガードとかは本当そのワイケルアウトレットでめちゃくちゃ安くて、なんか半額とかで購入できて、このハワイの地図になっている、ものですね。はい、こういうのを着てれば本当に基本的には焼かずに過ごせております。そしてワイケルアウトレットでね、このカルバンクラインが結構お目当ての一つだったんですけど、まあ、ちょっと下着系なのであんまりにも下着っぽいものはちょっとお見せするのを一応やめといて、まあ、これはほぼ見せぶら的な感覚なのでちょっと披露こんな感じで黒にもういわゆるカルバンクラインといえばのこのパイピングがされているものなんですけど、なんかいわゆるこの運動の時に着るブラトップみたいなのもあれば、こちらは一応この後ろにホックがあるタイプなので、まあ、下着としてはい、売っているものになりますね。なんかこのストラップだけ見せて着ても可愛いかなと思って、これはなんかファッション的な意味合いでのブラという認識で私は購入いたしました。てかカルバン
クラインの下着私今回初めてあの、まあ、試着でつけたんだけど、こんなにつけ心地いいんだと思って、ただただなんかおしゃれとしてのなんかこうブランド下着みたいなイメージだったんだけど、あ、こんなに機能性的にまずめちゃくちゃつけやすいブランドなんだっていうことが今回めちゃくちゃ分かったので、あのカルバンクラインさん冷静にファッションブランドとしても下着のブランドとしてもすっごくいいってことが今回分かりました。なので、まあ、これの、まあ、ショーツとあともうワンセット下着も購入しちゃいました。あともう一つ、もうカルバンクラインでこれ今回買っても帰国してから毎日私部屋着として着ているんだけどてかこれもさっきまで着てたから、なんだろう、あの何抜け殻感がすごいっていうか、リアルにさっきまで着てましたっていうシワがちょっと入っているんですけれども、この CK っていういわゆるカルバンクラインの刺繍が入った、まあ、本当に短いショーツでございます。あちらで売っているあのこういうショートパンツ、あの中が裏肝のものが多くて、なんかこの短さなのに裏肝ってどっち、寒いの暑いのどっちみたいな気持ちだったんだけど、ショートパンツで中が裏肝っていうのが意外とこう家の中で着ていて冷えないし、めちゃくちゃ着心地がいいんですよ。だからねと思って、着心地とかその暖かさを重視してくれて考えてくれてのこのショーパンだけど中裏肝っていう意味わかんないスタイルねって、あのある意味すごく履いて納得しちゃいましたね。でやっぱりカルバンクラインって本当に体を綺麗に見せることにめちゃくちゃ特化してるブランドなんだなと思ったんですけど、このショートパンツも履くと本当お尻がこうキュッて上がって見えてめちゃめちゃスタイルアップして見れるので、部屋着なんだけど家で着ててちょっと気分が上がるっていうショートパンツになっております。というかあのさっきまで着てましたっていうか、あのこれ前半そのショートパンツ履きながら紹介していて、今紹介するために脱いだので、これ紹介している間下半身っていう状態でした。あの YouTube って基本的に下半身映んないじゃない。だから別に下半身ね、なんだろう、履いてないっていうのもあれだから安心してください、履いてますっていう状態でした。ごまかすために次に行きます。じゃーん、ビクトリアズシークレットの購入品です。もう私本当にビクトリアズシークレットが10代の頃から大好きで、なんかやっぱりこうショッキングピンク、キラキラ、華やかみたいな、まあ、デザインがもともとすごく好きなんで、こんなにも自分の好きな世界観を体現してくれているブランド他にあるだろうかって思いながらワクワクお買い物しております。ビクシーのね、本当に私パジャマとかルームウェアが大好きなので、今回もうなんか3セットぐらい購入してしまいました。1つ目、はい、じゃーん、こちらですね、着用するとこの状態になりますね。黒のキャミソールとこのハートの、セット、部屋着を購入しました。もう本当に上は超シンプルなキャミソールなんだけど、ここにビクトリアズシークレットの刺繍がついてて、パンツっていう、かわいいのよね。ここにもビクシーのあれがついてる。そして、はい、ビクシーといえばこのピンクと白のストライプなんじゃなかろうかという柄がね、目玉商品になってるかと思うんですけど、こちらは長袖のパジャマを購入しました。柔らかいコットン生地になっていて、ポケットに刺繍がちょっと見にくいですが入っております。これは本当に上下セット、本当にビクトリアズシークレットのパジャマめちゃくちゃ着心地が良くて本当に大好きなの。長年着れば着るほど生地がどんどんくたってなっていくのが本当に最高に気持ちが良くて、これ私ここから何年着るだろうぐらい本当に愛用しちゃうんですよ。もう本当に今着ているものがくたくたになりすぎて、さすがにどうかなとか思ってきて、もうほんと新調したっていう感じですね。それぐらい私はビクトリアズシークレットのパジャマが大好きです。そんなわけでもうワンセット登場いたします。こちらはね、本当にすでに着始めてるのですが、もうビクトリアズシークレットのこのロゴのピンクの T シャツと、これまたショーパンのセットです。これも本当にセットで着ていてめちゃくちゃ可愛いです。なんかこういう寝る時ってこういうクタッとした T シャツが最高に気持ちいいですよね。で、ビクシーさんはこのクタッと T シャツとクタッとパジャマのめちゃくちゃ得意なブランドなんで、本当にありがとう、クタッと感っていう感じです。仕上げのワンセットでございます。これもちょっと秋めいてきた時期のルームウェアとして着ようかなと思って、じゃーん、ロンティービクトリアズシークレットのピンクっていう方のラインがあるんですけど、まあ、ちょっと気持ちいい妹ブランド的な、ニュアンスかと思うのですが、ピンクのロンティーです。ちょっとここがぷっくりしてる文字になるんですけど、本当にこれもね、もう最高のクタッと T シャツなんですけど、下
こんな感じでショートパンツになってます。あれです、ショーパンだけど裏起毛っていう、はい、何でしょうかこれ、アメリカ圏お得意のなっせる技なんでしょうかはい、でも本当ショーパンだけど中裏起毛の虜に私はこのカルバンクラインのショートパンツによってなっちゃったので、これも多分すっごく部屋でヘビロテするだろうなっていうルームウェアになってます。というか私今日すごく黄色なんですけれども、今日着ているトップスはロクっていう大好きなブランドなんですけど、ロクのトップスです。すごいねこのボリュームはい、そしてノードストロームラックという、あのノードストロームっていう高級デパートがあるんですけど、それのなんかディスカウントストアみたいなのがあって、そこがですね本当に靴がめちゃくちゃ豊富に売られていって、でも全て元々売っていたものからセール価格になっているので、掘り出し物で見つけたら最高なものに出会えるっていう感じなんですが、今回はそこで2つ、靴を購入しました。1つがこちらです。この BP っていうブランド、ちょっと私存じ上げないんですが、まあ、この靴の何がすごいって、もう全部ここ透明のラバーになってるので、履くと足を遮るものがないからめちゃくちゃ足が長く見えるんですよ。だしここ2つ支えてくれてるので、このヒールの高さにしては歩きやすいっていう感じですね。ちょっとこのクリアのソールになってるのが可愛いなと思って、まあ私あんまりプライベートでヒール履くことがないので、これはどちらかというとちょっと衣装とかなんかイベントとかに登壇するみたいな時に履く用っていう感じで購入しました。でこれとかは34ドルで購入できてますね。だから5000円しないくらいなんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、これあの密かにめちゃくちゃおすすめしたいビーチサンダルのブランドなんですけど、じゃん、はい、このサンクっていうところのものですね。ここのビーチサンダルの何がいいかって、この面がヨガマットになってるからちょっとこうもちっとしてるんですよ。なので履いていてもう全然疲れないし、ビーチサンダルってこんなに楽な履き物だったんだって気づかせてくれるぐらいめちゃくちゃ歩きやすい。でこちらもそのノードストロームラックで購入しましたね。こうやって書いてサンクと読みます。これも21ドルで購入したので、まあ3000円、まあちょっと B さんにしては高めだけど、まあ、本当にこれも何年履いただろう前の、本当にこれが履きやすすぎてさすがにボロボロになってきたので新調したシリーズですね。だからもうリピートしてるビーチサンダル。私は B さんはこのサヌークとサンクって読むのかな、あと、ハワイアナスがすごく好きです。続いて、もうスキンケアだったり、美容のアイテムをハワイに行って、というかアメリカ圏でチェックする。そうなったら、皆さんどこに行きますか？セフォラでございます。はい、そんなわけで私も今回セフォラに行ってきたんですけど、リピートのアイテムと新しく購入したものがございます。まずは、じゃーん！フェンティビューティー。はい、言わずと知れたリアーナ様のブランドとなっておりますが、フェンティビューティーでのお買い物一つ目、かわいい、かわいい、ダイヤモンド、そして中を開けてもダイヤモンドって感じなのですが、これ本当にキラッキラになるパウダーなの。見てー、キャー、美しやーっていう、キラッキラになるグリッターのパウダーなのですが、これが粉質すっごいサラッサラだし、もうこのキラキラ感が可愛すぎて、購入してしまいました。まあ、やっぱり夏って肌見せのファッションをすごく私は好きでしがちなので、なんかちょっとこう肌を出したファッションの時にこう鎖骨だけにこう乗せたりとか、ちょっとイベントみたいな感じだったら、こうやってデコルテのとこをこのパウダーでファーってやったらすごく綺麗に見えるんじゃないかなと思ってゲットしてみました。でセフォラの店員さんもすごく丁寧に接客してくださって、その店員さんはなんかこう結婚式とかで花嫁さんのメイクでこれ使ったりもしますよって言ってね、だからそういうドレスを着た時とかのこのちょっとお肌を綺麗に見せるのにいいんじゃないかなと思ってゲットしてみました。商品名がダイヤモンドボンだもんだしハーメニーカラッツ、この私何カラットっていう状態になれるパウダーってことですね。いやー素敵、キラキラしたものに弱いんだろうって思っておりますが、でこのパウダーを塗るにあたって手持ちのブラシで塗ったらもうなんかそのブラシキラキラになっちゃって、その後何か塗るたびにもう輝きを放ってしまう状態になってしまうので、これ専用のブラシを購入しようと思って購入したのが同じくフェンティビューティーの
ブラシです。結構ねフェンティビューティーにブラシの種類がたくさんあって、よくわからなかったので店員さんのおすすめのまんま購入したのですが、この170番セッティングあって、このこれがぴったりつきすぎてブラシが出せないんだけど、どういうことでしょうか。こんな感じで、かわいい。ピンクのブラシってなんてかわいいの。これで私は全身をキラキラさせて東京に輝きを放とうと思います。はい、そしてもうね、フェンティビューティーのキラキラが可愛すぎてハイライトも漏れなく購入いたしました。このハイライトはもう可愛すぎて友達の誕生日プレゼントとしても買ったんだけど、私はプロシェッコという02番の色を購入しました。可愛い。こんな感じです。綺麗すぎませんか。本当にこのハイライトも本当に可愛いと思って、このハイライトもね凄まじく可愛いんですよ。わあ可愛い。なんかセフォラの店内でも感動したけど、今改めてつけると本当にこのハイライト可愛いわ。フェンティビューティーすごくいい。なんか今回初めて買ったんですけど、あ、さすがリアーナと思って。そしてこれはあのリピート品になるのですが、私このグロッシアっていうブランドが本当に好きでして、こちらですね、ちょっと見にくいけれどもこのリップがとりあえずすごく好きでリピートしました。あの今日つけてるリップなんですけど、ウルトラリップ、リピートしたカラーはこちらのトレンチでございます。テクスチャーもすっごく好きで、もうすでにこれ私1本使い切ってて、もうこの色も本当に好きすぎてまんまこれはリピートしました。あのウルトラリップっていう名前だった、ウルトラリップのシリーズが好きすぎるあまり、あの他のカラーも欲しいなと思って今回新しく購入した方は、ビラっていうカラーですね。見えますか、この G って最初は彫ってあるんですが、よ、こっちはちょっと赤みがあるカラーなので、まあ秋服とかにも相性良さそうだし、もう本当にこのグロッシアのウルトラリップのテクスチャー本当に本当にもう好きで、絶対使い切るの分かってるので、もうこれは本当にゾゾッと購入しましたね。まあ、あのグロッシアとかは日本にないので、まあ、ハワイとか、まあ、ロンドン行ったりとか、そういうちょっと旅先で購入することが多いです。そしてセフォラはそういうなんかいろんなコスメティックブランドがまあ大集合してるんだけれども、セフォラオリジナル の, あの化粧品っていうのも出してて、その中でもうこのプランプリップが最高に良すぎて、今回購入しました。ちょっとこれまだ開けてないんですけど、まあ、テスターで店員さんに塗ってもらった感じ、あのいわゆるディオールのリップマキシマイザーみたいにスーってして、ちょっとこう唇がプルッとするような感覚のリップなんですけど、でもディオールのリップマキシマイザーより安いし、あのちょっと量も多いっていうか太めになってるので、これめちゃめちゃいいなと思って友達にもあのお土産で購入したんですけど、ユニバーサルボリューム01番を私は購入いたしました。そういうなんかプランプ系の唇ツヤツヤ系のリップが好きな方、多分これめちゃくちゃお好きだと思うので、16ドルぐらいだったと思います。はい、これすごくおすすめです。はい、そしてこれはハワイで買うと安いよっていうものの一つなんですけど、じゃーん、ストゥーシーでございます。ストゥーシーがね安いの、日本で買うよりも。しかも3000円から5000円くらいアイテムによっては安いので、本当にハワイで購入するのおすすめなんですけれども、あのロイヤルハワイアンセンターに、まあ、ストゥーシーがあって、本当にねいつも列ができていて、今回も、まあ、行ったタイミングっていうのもあったのかもしれないけど30分くらい入るまで並んで、お買い物をしました。はい、1つ目、もうストゥーシーといえばのドーンのロゴがこう後ろに書いてある T シャツです。で結構あの真っ白の T シャツよりも私はちょっとオフホワイトっぽい方がイエローベーススプリングである私の肌に合うなと思っていて、でそしたらこういうちょっとねオフホワイトっていうか気なりの T シャツが出ていたので、めちゃめちゃ嬉しいと思って購入しました。こちらちょっと大きめに着たいなと思って L サイズ、なんかこれシミ、なんかちょっとシミに見えんだけど、ということはさておいとで後でちょっと真剣にもみ洗いしようと思うんですけど、いつからそなたはここに白
が言いそうなセリフ言っちゃったけどさ、ねえ、シミかな、まあ、別にちょっとまあちょっとどうにかなるだろうって感じですが、はい、まあひとまず一旦落ち着こうはい、こちらの、T シャツを購入しました。はい、こちらは最近ユニクロの購入品紹介の動画でも着ていたニットなのですが、なんかストゥーシーっぽくないけどめちゃくちゃ可愛くて思わず購入してしまったニットになります。このちょっとケーブルニットなんだけど透ける素材になっていて、まあ、ちっちゃくここにストゥーシーのロゴがあるっていう、なんかほぼストゥーシーとは分からないニットなのですが、着心地と色味となんかこのほんと抜け感がめちゃめちゃ可愛くて一目惚れてしまいましたよね。これはサイズ S です。こういうニットのアイテムとかほんとにね5000円ぐらい安かったんですよ。日本のサイトをこう覗きながらハワイのストゥーシーでお買い物したんですけど、まあ、なので結果的にすごく安くお買い物できたなと思ってます。あとじゃーん、パーカーフーディー、こちらも同じようなちょっとオフホワイトっぽいフーディーを購入いたしました。なんか私本当にお洋服が好きすぎるゆえいろんな系統のものをね着ちゃうんですよ。本当は一つの系統に絞ってる方が、まあなんだろう、クローゼットの中の整理つくし、まあこう人としてのイメージが定まるから、一つの系統で定められている人本当素敵だなって思うんだけど、もう私本当にいろんなものを着たくなっちゃう。もう好奇心旺盛な人なので、はい、ストゥーシーとかも好きっていう感じですね。これはしっかり中が裏肝になってるので、本当もう秋冬しっかり寒くなってから着たいなと思って、この子早く着たいなと思いながら、ずっと眺めております。これはミディアムサイズを購入しました。かわいい、嬉しいシンプルすぎる感想、はい、っていう感じでストゥーシーでお買い物いたしました。そしてこれもハワイおよび海外に行ったらぜひチェックしてもらいたいと個人的にめちゃめちゃ推しているブランドの一つなんですけど、このアローでお買い物しました。アローはもともとは、まあ、ヨガウェアのブランドなんですけど、最近はちょっとライフスタイル寄りになってっているっていう、まあ、ブランドですね。ほとんどがフィットネス系のアイテムではあるんですけど、アローのヨガウェアとかフィットネスのウェアの着心地が本当に最高すぎてもう大好きなんですね。でヨガウェアとかの中ではちょっとブランドっぽいっていうか、お値段ちょっと高めなんだけど、本当にもう着心地が最高の最上級の、心地を手に入れられるので、本当に一度アローで試着してもらいたいっていうぐらい、心地がいいウェアが揃っているブランドです。そんな中での一つ目、お買い物。じゃーん。このなんか、ピラティスに私通っているんですけど、その時、秋冬になると、まあ、足が本当に裸足で寒くて、そういう時に履く、ちょっとしたソックス欲しいなと思って購入しました。で、しっかりとこの後ろが滑らないようになっているので、こちらを履いて秋冬のピラティスも頑張っていこうかなっていうアイテムになっております。ピラティスの動画本当にスローペースですがアップしておりますので、ピラティス初めてやってみたい、お家でもピラティスやってみたいっていう方はぜひ石井亜美ピラティスで検索してぜひ動画で一緒にやってみてください。そしてこれやっぱりその秋冬のフィットネスするとき寒い問題を、叶えてくれるアイテムなのですが、グレーのソックスを購入しました。ソックスというかなんかちょっとルーズソックスっぽいっていうか、履くとそのほんのりこのクシュクシュってなる感じのものになります。まあ、これは本当に運動するときに履いてもいいんだけど、なんかこうサンダルとかに秋の始まりとかに履いても可愛いんじゃないかなと思って、これはちょっとね妹の見るとこんな理想のルーズソックスあると思って2人で興奮してゲットしたものになりますね。でやっぱりアローなのですごく生地がいいんですよ。これもすごく履き心地が絶対いいので、ちょっとこうコーディネートするのがめちゃめちゃ楽しみなアイテムになってます。そしてやっぱりアローといえばウェアのブランドですから、じゃーん、新調したウェアでございます。これはブラトップなんですけど、ちょっとこのリブっぽくなってて、私好きなオフホワイトになってます。でアローのウェアってだいたいこの後ろの部分にアローって書いてあるんですけど、シルバーのちょっとしたキラキラっていう、はい、アローの文字が書いてありますね。ルルレモンとか着てる方日本では多いかなっていう印象なんですけど、海外でウェア着て歩いてる人ってアローが多い気が個人的にはしております。本当に私もアロー大好きなの。そしてこのトップに合わせて購入したのがこの真っ白の、
レギンスとなっております。ちょこんとアローのロゴがここに入っておりますが、本当にこのレギンスも履き心地が良くて、最高に心地が良くて購入してしまいました。なんか今黒のウェアでピラティスしてることが多いんですけど、まあ、ちょっとあの写真撮った時とかに重い印象になるなと思って、気分を変えてさらにワークアウトの方頑張っていこうということで、ちょっと初めてこういう白系のものを購入してみました。ちょっと汚れないか心配なんですが、丁寧に丁寧に履いていこうと思います。はい、そんな感じで、もう本当にハワイで見つけるものというか目に入るもの全部可愛すぎてときめきすぎて、本当にキュンキュンしながらお買い物を楽しんでまいりました。結構今回ご紹介したものはハワイだからあるとか、ハワイだから安く買えるみたいなものが、セレクトできたんじゃないかなと思って、この円安の中いいお買い物ができたんじゃないかなと思います。私やっぱり昔からそのアメリカ圏ならではのデザインっていうのがすっごく好きなので、やっぱりハワイに行くと本当にツボなものに出会えて、もう心からキュンキュンできるなと思って、なんかもうただただ私がひたすらキュンキュンしている動画になってしまったかもしれないんですけど、お楽しみいただけていたら嬉しいです。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。